はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語、You Are の使い方についてお送りします。で、今回ちょっと問題が多いんですよね。ポイントも含めて13問ありますので、まあ一回ここで動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回が I am っていうのをやりました。まあ、それの使い方っていう動画を撮ったんですけど、で、そっちをね、まず完璧にというか、I am ってなんだっけって今言われて、あ、私はホニャララですだよなってピンとくる状態になってからこっちをやるといいです。なぜかっていうと、その I am、っていうね、まあ、使い方と、you are っていうのは本当にすごく大事なの。これからいっぱい出てくる。で、そこがごちゃごちゃしてしまうと、多分これを聞いても、あ、うん、あ、みたいな。結局ごちゃごちゃして全てが終わってしまうので、ぜひね、I am が頭の中で整理された状態で聞いてもらえたらと思います。では早速ね、you are。これで you are と読みます。で、こいつでどういう意味になるか、そこから行きましょう。これは、I am って私の話だったのね。それが、あなたになります。あなたは、ほにゃららですって。あなたはほにゃららです。これが、you are の意味です。I am で書いたら、私はほにゃららです。you are だったら、あなたはほにゃららですとなります。で、前回出てきた not ですね。前回は I am not。今回は you are not という順番になるんですが、こいつが出てくると、ほにゃららじゃないよっていう、まあ、その目印になる。で、今回も同じで、ちょっと入らないかもわかんない。2行でいくよ。あなたは、ほにゃららでは、ありません。という意味になります。まあ、なかなか日本語で使う場面ないとは思うんだけどね。だって君ってほにゃらじゃないでしょみたいな。いや、言われた側からしたら知っとるわって話だから。そう。ただ意味としては覚えておいてください。ナットが入るとほにゃらではありません。いいね。ここまず2個。頭で整理してもらって、で、今回大事なのは、もちろん上も大事なんだよ。大事なのは、こいつです。今、you are があなたはほにゃららですだったの。いいね。you are。これをひっくり返します。are you って、これ。are you ね。こっち A が、あ、ごめん、R が前に出てきたから、文の最初大文字に変わってます。A ね。で、are you って始めると、最後がクエスチョンマークに変わってます。ピリオドじゃなくてね。で、意味が、あなたは、ほにゃらら、です。だと、同じなんだよね。それに、これがくっつく。ですかって。あなたはほにゃららですかって質問する。つまり疑問文を作ることができます。ああいうって変えることでね。で、もともとこの you とはありますよね。この you があなたはって意味になります。you ね。で、本当はあなたたちはって意味を持ってるんですけど、それはもうちょっと先の勉強になるので、今はあなたはだけで大丈夫。で、このあーがほにゃららですっていう。意味を持ってます。I am の am と一緒です。意味は、ほにゃららですね。だからくっついて、あなたはほにゃららですになるんですけど、その順番が変わることによって、あなたはほにゃららですかっていう質問する文、疑問文ができることをまず覚えておいてください。で、ここに書いてあるように、質問されたら返事は必要だよね。質問されてるからさ、ほにゃららですかって聞かれてるから。で、英語において、この疑問文、質問する文の作り方っていうのはこれからいっぱい勉強します。で、勉強していって、疑問文が出てきたら、ぜひ答え方、つまり返事の仕方もセットで覚える癖をつけてください。こう聞かれたらこう答えるんだよねっていう。で、今、ほにゃららですかって、例えばあなたは学生ですかみたいな。聞かれた時に、はいといいえで答えられるよね。学生ですかって、はいそうですっていう方と、あ、いいえ違いますって。ね、2種類ある。で、はいで答えたかったら、その時は、まずこれを使います。これ、yes です。yes。で、その後に、カンマをつけます。ね、カンマ。で、yes, I, am, period。これが、はいの答え方。yes, I am。
もうこれはセットで覚えちゃってください。答え方として。で、いいえ、あ、いいえ、違いますって答えたかったら、いいえは、これを使います。これ、ノー。で、ノーの後にも、カンマ。で、後ろが、I am で、ノーの時は、not が来ます。No, I am not. これが答え方。で、この I am の部分。前回やったように、省略形がありますよね。くっつくことができる。つまり、No, I'm not. って答えても OK です。個人的には俺省略の方が好きなんで、こっちを使っちゃいますけど、あ、短縮の方ね、使っちゃうんですが、まあ、どっちでもいいんで、まず答え方、必ずセットで覚えちゃってください。いいかな？なんで今回のポイントとしては、you は、まずこれが基本です。で、not をつけたら否定文、ほにゃらじゃないよって。で、順番を変えて、are you って始まったら疑問文、質問ができる。で、その答え方が、yes, I am, no, I'm not っていう答え方なんだよっていうのをまず覚えてください。で、I am がね、短縮形でやったようにここにも出てきます。まず、you are。これ短縮すると、you。で、空中に浮いてるヒゲのやつね。アポストロフィーね。の後に、are の re だけくっつきます。これ全部くっついてるからね。一つの単語ね。これで you are って言います。you are。で、もう一個、この are not の部分。ここね。これも短縮することができて、ちょっと待ってね。ペン忘れた。are はそのまんま。で、not が n アポストロフィー t となります。これで aren't って言います。aren't。いい？でね、前回動画の I am の使い方の時に、I am の省略、前、そう、am not。こいつに省略、あ、ごめん、短縮がないよっていう話をしたのね。わざとしたんですけど。なんでかっていうと、ナットっていろんなものと短縮される。今回短縮されてるよね。くっついてる。そうすると、ナットの部分がこの N アポストロフィー T になります。基本的にこうなる。でも、アムはくっつかないの。なぜか仲悪い、こいつら。そう。だから、アムナットがないんだよってことをまず覚えてほしいし、くっつくとこういう風にアントと。なりますので、ぜひ覚えてください。not はこうなるからね。n アポストロフィー t となります。はい、という感じで、ポイントだけでもね、ちょっとだいぶ喋っちゃいましたが、まずここまで押さえてもらって、では右側行きましょう。まず8番。あなたはケンタですか？です。で、質問してますね。ケンタですか？って。質問したかったら、are you です。ね、are you？ だから、そのまま入れちゃいましょう。最初大文字するの忘れないようにね。You, Kenta? で、すごく細かいことなんですけど、こう疑問文、まあ、質問する文ね、最後クエスチョンマークで終わってる、こう疑問文の時っていうのは、読む時に最後上がります。どういうことかっていうと、Are you Kenta? っていう、Kenta? って上がるの、最後が。で、これ疑問文絶対上がるってわけじゃないの。これから上がんないのも出てくるんだけど、まずこの段階では質問するとき読み方最後上がるんだって覚えておいてください。これがもし、あと私はケンタですと。だから I am ケンタだよね。って言いたかったら I am ケンタ。で、最後下がるんだよね。I am ケンタとは言わないから。いいから、細かいことなんですけど、ぜひ、ね、覚えておいてください。で、次は、あなたは沙織ではありませんって。で、言われた人からしたらね、いや、知ってますよ。私、沙織じゃないですけど、っていう話なんですけど、あなたは、ほにゃららではありません。つまり、これ、否定文ですね。なので、まあ、3つ、ちゃんと空いてるから、you, are, 否定文なんで、not を入れて、you are not 沙織ってなります。まあ、もし、この線が2本しかなかったら、まあ、you aren't Saori。まあ、もしくは you are not Saori でもいいですけど、まあ、どっちかくっつけて、まあ、aren't くっつける方が自然だなと思いますけど、まあ、こんな感じとなります。で、次です。次すごく大事な単語が出てきます。それがこれです。出身。この後いっぱいあるでしょ？そう、大事なのちょっといっぱい入れてるんですけど、私はオーストラリア出身です。いいね。まあ、生まれた国がオーストラリアですよ、みたいな話です。で、まず、これ、最後のが、これ、オーストラリアって意味なんです。この単語。長いけどね。ちょっと、文の中に出てきてるんで、一回カットしちゃいましょう。もうあるからいいよね。で、アム。これはさっきも言ったように、これは、ほにゃららですという意味です。だから、です一応切っときましょう。
残ってるのは私は、そして出身が残ってます。でも私はほにゃららです。これ前回勉強したように I am を使う必要があるから、まずここはいいでしょうと。 I am でね、で私は書きましたと。残ったのが出身、この単語必ず覚えましょう。 F R O M 呼び方 from と言います。 from で、これもね、 not と not とすごく微妙、似てて、ものによっては from、 あに近い真ん中、まあらか from みたいな発音で書かれることもあるんですけど、まあ自分は from っていう方がちょっとね、まあそれで習ってきてるんで、それでいきます。で、今後、そういうちょっと微妙な発音のところ、もしかしたらみんなが勉強したものと違うってとか出てくるかもしれないんですが、毎回言ってるとね、ちょっとごちゃごちゃしちゃうと思うので、そこはちょっと許してください。はい。配置はこう言ってたけど、先生違うな、みたいな感じで大丈夫ですので、申し訳ない。ひとまずは、from でいきます。で、話を戻します。この from、これが出身って意味があります。で、その後ろに場所、オーストラリアって国の名前だからね。場所が来ることによって、そこ、出身ということができます。いいかな？これが from の使い方。I am from Australia です。で、細かい情報をちょこちょこ入れて申し訳ないんですが、まず、これ、国名、場所の名前なんで、必ず最初が大文字になってる。まあ、ルールでやったとこだね。で、もう一個。もし、みんながこう勉強してるとき、この勉強の教科書ね、みんなが使ってる教科書で、この単語があったら一番ベストなんですけど、おそらく書いてるとこに、こういうマークが入ってます。上に。これは別の単語でも構わないです。みんなが使ってる教科書ちょっと見てみてください。まあ、ないのもあるんですけど、単語のどっかに上になんかマークがくっついてる。で、このマークの意味を覚えておきましょう。これは、アクセントのマークといって、英語はね、全部の単語ではないんですけど、その部分を強く読んでくださいっていうのが決まってる単語があります。例えばこれはそう。日本語で言うとオーストラリアって言い方をしますよね。で、発音はオーストラリアって言うんですけど、このオーストラリアって言ってるところがここにあります。なるのね。で、そこを強く読めって言ってるから、オーストラリア、レイが強くなる。オーストラリアっていう。で、もう一個一個覚えるのめんどくせえって思うかもしれないんですが、アクセントはぜひそのみんながね、初めての単語を出てきた時に一個一個覚えちゃった方がいい。後でまとめて覚えるの大変なので、意味もね、覚えた時についでにアクセント、ちゃんとした発音ってのも覚えちゃいましょう。いいかな。で、最後ちょっとね、長くなっちゃいましたが、今回は線を全部つなげました。この問題は自分で全部作ってくださいという問題になります。で、あなたは日本出身ですかを作りたい。まずポイントは、あなたはほにゃららですかっていう疑問文なので、スタートは Are you から始まります。いいね。あなたはほにゃららですかと言いたいから Are you です。自分で書いたから消しちゃいましょう。残ってるのは日本出身、出身はさっきやったように from です。で、 from 場所です。だから日本っていう場所は後ろに来る。だからまずここに from を入れちゃいましょう。これで出身 OK。 残ったら日本で、日本はジャパンと言います。国名なんで最初大文字で書いておきましょう。ジャパンはこうです。で、気をつけるのは疑問文、質問しているので最後クエスチョンマークを忘れずにつけましょう。 Are you from Japan? これで完成という風になります。最後のクエスチョンマーク忘れるだけでね、罰だったり減点されるから気をつけてね、テストの時ね。で、ちょっと矢印で繋げたのは、まあ、この質問、疑問文に対しての答え方、話繋がってますよ、みたいなマークで使うので、まあ、ちょっと頭の片隅に置いといてください。で、聞かれましたと。そしたら違ったんでね、あ、いえ、違いますって。じゃあ、いいえ、違いますって答えるのは、さっきやったように、ノーの方。だから、ノー、忘れずに、カンマです。で、短縮形でいきます、自分は。ノー、I'm not。忘れずにピリオド打ちましょう。これで、いいえ、違いますよ、と。まあ、その続きでね、日本出身ですかって、あ、違います。私、カナダ出身です。いや、カナダ出身の方、日本で間違わねえよって話なんだけど。じゃあ行きましょう。私はカナダ出身です。私はほにゃららですと言いたいので、スタートは、I am、もしくは I'm。これはどっちでも構わないです。これで、ほにゃらら、私はほにゃららです。完成。カナダ出身、その後に場所が来るから、まず、
from を書いてしまいましょう。from で、カナダね。カナダは場所だから最初大文字。C-A-N-A-D-A キャナダと言います。書き方としてもね。で、忘れずにピリオド打ちましょう。これで I'm from Canada っていう感じになります。いいかな。では今回はこんな感じで、ね、ちょっとポイントも多くなっちゃったんですが、この you are の使い方、そしてこの疑問文の作り方、これがすごく大事で、あ、そうそう、付け足しになっちゃって申し訳ないんですけど、あの前回 am がね出てきた時、これね、これ be 動詞っていう話をしました。美容師これ、ね、で今回出てきた、どこがいけるかな、ここがいいか、この子あ、これも B 動詞です。いいね。前回ちょろっと言ったかな、 B 動詞は基本的に3種類です。もう2種類登場しました。 am と a、 せっかくなんで余裕があったら覚えちゃって、もう1個はこいつ is で is と言います。近いうちに出てきます。これいい、この3種類が B 動詞というのでぜひ覚えてください。いいかな。では最後でちょっと付け出して申し訳なかったんですが、今回は you are の使い方についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。